タクシーの運転手さんにもお茶をサービスしております。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、大仏壇の販売が転職。長田幸喜でございます。2018年10月の30日月曜日、今朝5時48分。 朝動画でございます。今外が雨降り出しましたですね。暖かくてとても楽でございます。はい。あの実はですね、私あの必ずですね、このお茶あの昨日がお客様だったですね。お客様があのお物具をあの高齢の方車もたれないからタクシーで来られるんですよ。で、お物具を買って行かれました。で、あのそのお客様にももちろんなんですけど、タクシーの運転手さんにですね、お茶を私は必ずサービスいたします。 そうするとですね、意外とあれ、口コミがいい口コミが広がっていくんですよ。ですから、あの例えばあの熊本市内で、良かったとこはなかなかな、仏材はとかで言ってあそこいいですよ、あそこの社長よかですよとか言ってですね、あのいい口コミ、えー、ですからか、タクシー運転手さんにもお茶、サービスいたしますとで、やっぱりいい口コミが出ますね、宣伝になると思います。 やっぱこれは無料の、ただで,、まあ、ただではないですけど、ね、お茶代かかりますけど、ですね、まあ、あの無料の広告になると思います。あのやはりですね、あのー、こういうと大きいですよね、やっぱもう広告も大事ですけど、やっぱ、あそこは行くなよって言われるのと、あそこはいいよって言われるのも、天と地の違いがありますからですね、はい、あのですから、こういう形でですね、まあ、この姿勢というか、ですねもうこれはもうずっと継続していきたいと思います。タクシーの運転手様方も皆様、とても喜ばれますしですね、はい でまあ、あのこうやってですね、僕、タクシーで来ていただけるお客様はとてもありがたいお客様でございます。もうこれからもあの頑張ってですね、そういうお客様のために商売していきたいと思います。はい。では、ここまでですね、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運ご発展心よりお祈り申し上げます。